皆さんこんにちは、実嫁のさきです。今日はリウマチの初期症状をテーマにお話しします。どんな病気でも早期発見、早期治療が鍵になります。この動画でリウマチの初期に現れる症状を知ってもらい、病院を受診するきっかけになれば幸いです。すでにリウマチの方も発症当時のご自分を振り返りながら、ぜひ最後までご覧ください。実嫁、まずですね、リウマチの初期症状の現れ方は大きく3つに分類されます。まず1つ目が関節の腫れや痛みです。こういった症状はなんと患者さんの 80% から 90% の方が実際に感じているそうです。2つ目は朝のこわばりですね。ありますね、こわばり。こちらは全体の 15% ぐらいの方が感じているそうです。そして最後3つ目は関節以外の全身に現れる症状があります。それは全体の 5% の方が体感しているそうです。こういった症状の中で、じゃあ具体的にどんな動作に気をつけたらいいのかっていう、そういったチェック項目を20選まとめましたので、そちらを続いてご紹介していきたいと思います。まず最初に物を使うところに注目してみましょう。1、歯ブラシや化粧道具が使いづらい。歯ブラシとか化粧道具って細かったり小さかったりするので、主に指先を使うんですけれども、その指先に力が入らなくて使いづらいことがあります。2、ドアノブや鍵が回しにくい。ひねるような動作ですね、手首を。このものを握って手首をひねるときに、指先であったり手に痛みが出ることがあります。3、包丁や箸が使いづらい。包丁は握る動作ですね。箸は指先の動作ですね。そういった調理中や食事中の動作に痛みだったり使いづらさを感じることがあります。4、パソコンや電卓が使いづらい。これは指先で物を叩くような動作ですね。これも一見簡単な動作なんですけれども、リウマチ疑いがあるときは、些細な動きでも指先に痛みが出ることがあります。5、ハサミが使いづらい。これも意外と力を使うんですよね。切る時の握る動きや戻す時の開く動きに痛みを感じることがあります。6、指輪の付け外しがやりづらい。あれは関節が腫れたりしていて、こう指輪をつけたりね、取ろうとする時に、この主に第二関節に引っかかってしまうことがあります。次に生活の中のいろいろな動作に注目してみましょう。7、紐を結んだりボタンを留める動作がやりづらい。靴紐だったりエプロンの紐だったり、あとはシャツのボタンだったり、そういった動作はめちゃくちゃ指先使いますよね。そういった時にも指先に痛みを感じることがあります。8、重いものが持ちづらい。これはスーパーで買い物した荷物だったり、料理中のね、お鍋だったり、指先以外にも手首や肘や肩にも痛みが出ることがあります。9、靴がきつく感じて履きづらい。これは今まで普通に履いていた靴が履きづらかったり、履けたとしても痛みを伴ったりすることがあります。10、歩くと足の裏が痛む。これは太ったわけでもないのに、歩くたびに足の指の付け根やかかとに体重が乗って痛みを感じることがあります。11、階段の上り下りで膝が痛む。リウマチは指などの小さい関節だけでなく、膝などの大きな関節にも症状が出ることがあります。膝を曲げ伸ばしして、あとは片足ずつこう体重をかけると膝に痛みが出ることがあります。12、物をよく落とすようになった。これは指の関節が腫れて握力が低下してきて、持ったつもりなのに握れてなくて、物を落としたりすることが増えます。13、髪や体を洗うのが辛い。指先の力も使うし、肩や肘なんかも使います。そこにいろいろな関節に痛みが出て、腕が上がらなかったり、洗いづらさを感じることがあります。14、ペットボトルなどの蓋が開けづらい。ペットボトルをはじめ、瓶とか缶詰とか牛乳パックの蓋とか、手のあらゆる関節を使います。そこで手に力が入りづらく、蓋という蓋が開けづらいことが多々あります。最後は朝のこわばりや全身症状に注目してみましょう。15、寝起きに手がごわつく。これはですね、例えると手のひらに硬い分厚いグローブをはめているような感覚で、もう寝起きにこうゴワゴワ動かしづらさがあるのがこわばりです。16、グーパーができない。これも起きがけにやってみてください。グーやパーが少ししかできない、ゆっくりしかできないという場合は朝のこわばりが出ていると言えます。17、体がだるい。冬待ちの場合、休んでも寝ても体のだるさがずっと残っていることがあります。18、微熱が続く。これは関節の炎症などの影響で、風邪をひいたわけでもないのに高熱ではなく微熱がしばらく続くことがあります。19、食欲が低下したり体重が減少する。お腹が空いているはずなのに食べたいものが浮かばなかったり、食欲がなかったり、あとはダイエットをしているわけではないのに体重が減ってくることも症状の一つにあります。20、貧血気味で疲れやすい。リウマチを患うと貧血を合併して引き起こすこともあります。ふとした時にふらついたり、動悸があったり、疲れやすさを感じたりします。実用ね。ということで、リウマチの初期症状20選をお伝えしました。世の中から一つでも当てはまればリウマチ科を受診していただきたいのですが、これだけで受診していいの？と思う方もいらっしゃると思います。なので受診する際のチェックポイントを4つほどお知らせしたいと思います。1、朝のこわばりが15分以上続く。2、3つ以上の関節が腫れている。3、指の第2関節、第3関節、手首、足の指の付け根、足首にどれかに腫れがある。4、左右同じ関節が腫れている。以上の4つが1週間以上続いているよっていう方はすぐリウマチ科に行ってください。このような症状が続いている期間にも注目して受診の際にチェックしていただきたいと思います。以上、本日はリウマチの初期症状についてお話ししました。ご自身であったり身近にいる方で今日ご紹介したような症状がある方はぜひリウマチ科の受診をお勧めいたします。早期発見、早期治療につなげていただいて、一緒に良いリウマチライフを送りましょう。